病院行って不機嫌になっちゃった。おお、怖いよー、怖いよー。ご飯食べてひょうたん化すれば気が収まるでしょうか。チュールチュール、出てきました。なかなかでも出てきませんね。病院行って怒んなっちゃったな。ご飯だぞ。あれ？まだ怒ってんの？まだ怒ってますね。白い粉を混ぜます。じゃあご飯置いとくからね、食べてください。あんなに膝の上乗ってきたのに、はい、ういういこっちこっちこっち、めっちゃ野生化しとるよ。気分が落ち着くまで食べててください。